はい、皆さんこんにちは。漫画を語るシリーズ第2弾ということで、アイス出版の平野です。今日はですね、漫画愛36年のベンチャー経営者が吠える人気の漫画3つの条件というウェイヤーなんかよくわからないテーマでお話をしていこうと思います。社長浦部さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回もね、この漫画を語るシリーズなんですけども、はい、漫画というキーワードを、様々なテーマに掛け合わせて、はい、好き勝手喋るという、そういう企画なんですけれども、第2回目は、素人が好き勝手吠えるって書いてますんで、何か正しいとか間違いとかね、そういうことありませんので。好き勝手呼んでくれます。はい。娯楽だから。はい。動画、音声を聞かれた方で、俺はこう思う、私はこう思うという方はコメント欄や何か、メッセージ残していただければ嬉しいなと思います。はい。ということで、まずは人気の漫画っていうことなんですけども、何が人気の漫画なのかなっていうところからまず聞いてみたいんですけど。まあ、そうですね。はい。人気っちゃあね、僕もこれ本当にいろいろ読んでるんで、ちょっとなんとも言えないですけど、はい。じゃあもう少年系で縛って言うと、はい、ジャンプ、マガジン、チャンピオンがやっぱり、サンデーもね、うん、この4つの週刊誌があると思うんですけど、うん、売り上げね、申し訳ない、ごめんね、うんうん、ジャンプ好きな人ごめんね、売り上げで言うとやっぱジャンプナンバーワン、そうですね、売り上げだけでも話したいですからね、はいはい、うん、でも俺が好きなのチャンピオン、チャンピオン、僕もチャンピオン好きなんですよ、めっちゃ、ヤンキー系が好きだから、うん、クローズとかもチャンピオンから始まってるんで、なるほど、でもなんだろうな、長く続いてる、長く続いてる、人気があって映画化してる、グッズがいっぱいしてるっていうのはやっぱりジャンプがナンバーワンじゃないかなという感じですかね。そんな中で言うんであれば、バズりまくったっていうところで言うとやっぱランピース、これは絶対外せない、そうですね。で、さらに、単発かもしれないですけど、ジブリ抜いちゃった鬼滅、はい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 、でも最近超無名のやつの呪術、この3つはやっぱり、はい、無名やつだなって、ね、なるほど、確かに人気っていう縛りで言うと売り上げとか認知度とかってなっちゃいますよね。確かに確かに、ただここは好き勝手吠えるっていうところなんで、そうだね、はい、なんかこういう条件 を人気とするならみたいな、なんかないですかね。そうですね。ジャンプで、とりあえず今3つ挙げてのって全部ジャンプなので、はい、ジャンプでとりあえず言うと、はい、愛、友情、努力、愛、友情、努力、この3つは、ジャンプの編集者さんたちも絶対言ってるんで、これこの3つ入ったらバズるからって言ってるほど、ね、けどそこにやっぱり勝利っていうのが入ってこないと、はい、もう一つ、なるほど。ただその勝利はハッピーエンドなのか、うん、バッドエンドの勝利なのかっていう、ちょっといろいろあるっていう感じですね。なるほど。あ、ごめん、ハッピーエンドの勝利なのか匂わせる勝利なのかっていうこの 2パターンがあるって俺は思ってるんですけどね。なるほど。ちょっとじゃあ浦部さん的にどうですか、なんかこういう条件があったら私好きだなみたいな、私の中で人気だなみたいなあります？いやでも、うん、さっき、社長が挙げた、3つの条件は大体やっぱそれに沿ってるんじゃないかなって思いつつ、最近のこう人気の出方はやっぱアニメ化ってすごいキーワードだと思うんですよね。そうだね、アニメから入る人って今すごい多いんで、めちゃくちゃ多い、本当に多い、全然いいんだけど、そうですね、私も正直こう時間がないとかそういう理由もあって、こう結局ある程度人気になってアニメ化して話題で、で私からしたら、あ、これは仕事に関わってくるぞっていうのもあって、こうアニメをチェックして原作をチェックしてっていう流れでハマるんですよ。なるほど。その流れで仕事のキャラクターにハマりすぎじゃね？いつも思うけど、めっちゃ見とるやんけみたいな。いや、基本的にちょっとでも話題になってればチェックしますし、で個人的に昔から漫画もアニメも好きなんで、こう昔はそれこそ子供の時とかは、こう本屋行って表紙買いとか、こうパッと見で、あ、この絵好きとか、なんかこの帯の
なんか歌い文句気になるとか出たんだ、そういうのでこうなんでしょう、まだ全然無名な作家漫画家さんとか、まだ全然アニメ化のこうあの字もないような作品とか発掘する時間があったんですけど、こう大人になったらその時間がなくて、ジャケ買いやってたんだ、やってました、やってました。俺それで初めてやってやったぜと思ったのがガイバーだね。知らないでしょ、知らないです、ガイバーガイバーえ、ヒーロー系なんですか。まあ、宇宙とかが結構こう絡んでくるやつなんだよね。教則証書みたいなのがなかなかあるんでガイバーって。へー、一応ハリウッドとか向こうで実写版も出ましたね。うーん、わかんないですね。今調べたんですけど、見たことないですね。今やってんのガイバーって。アニメとかにもどうなんだろうな、やってんのかな。え、これ未完なんですか。そう、まだやってる。やっぱりまだやってんだ。へぇ、全然更新されないけど、もうガキマジで何巻かこう出てんの。いや、今でもなんか、しかも角川から出てるのが続巻で32巻ってなってますね。あ、そうだね、そんな感じだと。あ、そう、本当に漫画エースの初期の初期、マジ初期でも、もう漫画エースは知らなかったから俺。でもガイバーをはジャケ買いで買って、あ、こんなんだみたいな感じ。いや、でもかっこいいですね。いや、面白いよ。ガンダム好きにはぜひ。へえ、なるほど。ガンダム好き。ちょっと僕聞きたいんですけど、最近の、まあ、漫画、まあ、アニメから入るって話ありましたけど、結構こうグロいじゃないですか。はいはい、なんか人ぶっちゃったりとか、こう殺人シーンがこう、はいはいはい、まあ、グロかったりとか、はい、あれなんでなんですかね。完全に流行ですよね、なんか。今は流行だし、今リアリティ求めた結果じゃないですか。いや、昔からあるはあるんですよ、うん、こう結構登場人物が突然死んじゃったり殺されたり、うん、こう残虐な、うん、グロとはグロではないよね。あ、なんかそうですね。なんか要はあのガイバーとか、あ、ガイバーじゃないさっきの引きずった大の大冒険とか、ああいうやつって胴体切られるじゃん、うん、けど普通じゃん。うん、あの最近のやつ胴体切られると内臓ちゃんと描くみたいな、うん、そういうリアルになってきたって感じですかね、うん、描写がリアルになってきたっていう、うん、そこはやっぱ求めてるんだよ。これね、まあ、少女漫画の話になっちゃってあれなんですけど、うん、リボンかもう一個仲良しかな、ちょっと誰の作品かも忘れたけど、その少女漫画っていうところで今まで絡みのシーンみたいなところって NG とされてたらしくて、うん、まあ、すげえ有名なとこで言うと花の花の NG とかって今もあるかどうか分かんないけど、それと同じように絡みのシーンはフレンチキスぐらいまでっていう感じなのがあったけど、誰か忘れちゃった作者は、でもいや、女の子が求めてるのはそこじゃない、もっと濃厚なラブを求めてるみたいな感じで初めて絡みのシーンを書いて、それがめっちゃバズったっていうのはあるらしいです。ちょっと誰か忘れちゃったけど、うん、まあでも少女漫画でちょっとこうエッチな、うん、なんでしょう、方に行くってなるとみんな自然と雑誌を移動していくんですよね。あ、もっと大人、もっとそうで大人向けになってって、で今多分落ち着いたと思うんですけど、うん、私が多分まだ学生だった頃、小コミっていう雑誌があって、少女コミックっていう、うん、その名のとおり、うん、エロ本ですよ普通に普通にエロ本、びっくりするぐらい、うん、よくこの18禁マークなく本屋に並べられたなっていう内容ばっかなんですよ、うんうん、いやなんかだからまあまあなんでしょう時代ってなんか雑誌の種類と、うん、本当に時代だよそれは。あの多分老若男女とまでは言わないですけど、こち亀知ってる人、はい、めっちゃいると思う。こち亀って初期っていうよりも中期って言えばいいのかな、70何巻とか60何巻ぐらいの時ってまだ玲子乳首見してたんですよ。うん、もう今出してもいい、うん、でももう今絶対無理なんで、なるほど、100%無理なんで。だってそれこそ同じジャンプで言ったらあのトラブル結構エッチな、うんうん、そう、合図とか、そうです、そうです、そうです。でも合図はまだ LINE 出せてた方だと思うんですけど、でもトラブルって結構思いっきり女の子たちがこうお風呂から裸のまま出てきちゃうとか、まあ主人公がこうなんでしょう、ラッキースケベ体質というか、そういう、そうなんですよ。でそれで
こう原作の先生がいかに編集の目を盗んでその際どいところまで描写できるかっていうチキンレースみたいになってて有名だったんですよ。あれ私結構好きで、確かにね。いや結構ネットで話題になってたんで、まあ、聞いてる人の中でもトラブルのその作者さんと編集さんのせめぎ合いは多分わかると思うんですよ。綺麗の。なるほどね。でもなんかこう聞いてるとそのなんか見えなかった、まあ、制作側って今昔って全然見えなかったじゃないですか、はい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 、でもだんだんとその透明になってきてるというか、なんか噂で聞いたりとか、なんか SNS でどこからか上がってきたのか、はたまた中の人がなんか情報漏らしてるのか知りませんけど、うん、なんかその裏側がちょっと見え隠れするのが面白いですよね。うん、うん、そうですね。まあ別にまあ、うん、描きたい人っていうよりも漫画家さんになりたい人たちとかってやっぱり気になるんじゃないかな。うん、だってアニメーターとかイラストを描く人たち、まあ、S さんって言われる人たちってどういう生活してんのとか、うん、どうやって仕事取ってきてんのとかかなり気になるとこなんじゃないかなと思いますけどね。じゃあここからは、一つ一つ聞いてみたいなと思うんですけど、はい、じゃあ社長ちょっと考えてきてくれたってことなんで聞いてもいいですか。まあ、一つ一つってさっき言ってた愛と友情と努力と勝利の話ですよね。はいはい、これまあ俺的な感じですよ、うん、申し訳ないけど俺的な感じで、愛とかってまあ分かるとか、まあ、キュンとくるとか、うん、まあ、そういったところが結構共感、憧れるなみたいなとか、まあ、合図、まあ、さっきも話してたけど、うん、合図みたいなシチュエーションとかって男はあの気持ち分かるしあれ誰だっけ、主人公名前忘れちゃったけど、あの主人公の感じって、まあ、クールぶってんのか何を思ってんのか分かんないけど、まあ、まさに中二病男子だなみたいな感じの描写とかって分かりやすい、うん、で友情とかは、まあ、みんなそれぞれやっぱりあのなんつうんだろう、俺すげえ共感できたのは、うん、スラムダンクっての赤木、うん、キャプテンの赤木が最後の方に言ってたんですけど、あの俺は別におめえらのことが大嫌いだと、うん、友達でも何でもねえけど、でもここまで来るとお前たちに感謝してるありがとうみたいなセリフを言ってたんですよ、うん、その時にみんながあのお前のためじゃねえって自分のため、うん、自分のためって言ってたけど、でもそれってあの絆っていうか友情じゃないですか、うん、あれ部活でできる友情なんですよ、うん、俺も部活やってたからあれなんだけど、部活で部活は部活の友達、うん、プライベートっていうとあれなんだけど、地元は地元の友達とか、友達っていろいろな形があるじゃないですか、はい、そういう友情で自分が思い描くあの裏、あこういう友情いいよねとか、うん、あの友情部活友情してんなみたいな感じなのとかもやっぱ共感かな、うんうん、で努力はもう本当にやりすぎだろみたいな、うん、でそこまでやるみたいな努力、なるほどなるほど、レベルアップっていうのは、うん、あの必要かなというような感じですね、うん、で、まあ、最後に言ってたその3つの条件って言ってたけど4つ目の勝利は必要だよっていう話なんですけど、うん、この勝利って、まあ、この努力とか友情とか愛とかがやっぱ共感を持てないと、その勝利って漫画なんで約束された勝利だよねで終わっちゃう、うん、なるほどなるほど、あのもう本当にね、シンが万国倒した時とかって俺もちょっと感動したもんあんな強え万国やっちゃうとか、宝剣倒した時とかも本当に感動したもんっていうぐらい努力してきたところが見えるし、うん、あのその過程を書いて共感をどれだけ得てからの勝利っていうのが大事な、うんうん、漫画ではやっぱ大事かなと思いますね、まあ、そういう要素がしっかりと盛り込まれてるから人気だし、からこそ人気だし、うん、ワンピースもやっぱそうじゃないですか、うん、確かに大事ですね。なんかこれ漫画家さんが聞いたら知ってるのって言うんじゃねえよって言いそうですけど、あ言われて、あ言われてでいいよっていう感じです。だって俺だもん、俺が見てる漫画だから俺の世界観でいいじゃんみたいないやでもそうは、もし仮に言ったとしても分かって、こ自分の漫画をそういう風に読み解いてくれてるんだなっていうことは嬉しいんじゃないかなと思いますね。どうなんですかね、分かんないですけど、作者さんがなんつうんですか、そこまで深く考えてないとか言われるのか、あの、ありがとうって言ってくれるのか分かんないですけど、ちょっとこれ浦部さんに聞きたいんですけど、はいはい、こういう話、例えばこういう愛とかこういう努力の形とかこういう勝利とかっていう、そんな話って仲、まあ、絵師仲間っていうかその職場の人たちと話したりとかってするんですか。
や普通に私は友達としますけどね。うーん、いやあそこのシーンさみたいな、 あそこで、 そういう感じね、あそこでああいうってことはさ、うん、こう思ってるんだよねみたいな、こう本編にそういう描写があるわけでもない、うん、こうもしかしたらの空想をめちゃくちゃ友達と語り合いますよ。なるほどね、あそうか、えそれは何、もうそういう話しようよって言ってそういう話になるのか、もう普通にこう会うとなんかすぐそういう話になっちゃう。いやまあでもやっぱ会うと、うん、やっぱお互い何が好きか分かってます、どの作品に今ハマってるのかとか分かってるんで、うんうんうん、友達同士もうそうなると、あれ見た、これ見た、今週のジャンプさみたいな、ね、もう止まらないんですよね、うんうんうん、もうお互い会った瞬間に話したい、もうこれオタクあるあるだと思いますよ。まあそうだ、もう明日遊ぼうとかなったらもう前日から、あ明日これ言いたい、あの子にああ言いたい、あの子に意見を聞きたいとか、オタクってこういう生き物なんですよ、すいませんねいや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 、これは結構そのなんか面白いと僕は思ってて、なんかこうなんていうか、ライブ配信とかっていうところはどうしてもこう視聴者の声って聞こえないじゃないですか、はいはいはい、でも実際は視聴者の方が喋りたいかもしれない、はいはいはい、あ、うん、なんかぜひ聞いてみたいで、ね、逆ライブみたいなものだったら面白いかもしれないなと思って、いや本当ぜひ聞いてみたい、みんなどういう感じの漫画読んでんのみたいな、うん、その漫画のシーンとか普通に話してみたいなと思いますね。盛り上がりすぎちゃいそうですけどねおっさんだけど全然いいよみたいないいならいいよみたいな感じです。いやーなるほど、わかりました。ちょっと、ね、今後の企画にもまた生かしていきたいと思います。そうですね、はい、ということでじゃあ今回は、まあ、ここまで一回区切りさせていただいて、はい、またじゃあ次回お話伺いたいと思います。はい、ということで社長浦部さんありがとうございました。ありがとうございました。社長からのセリフみたいな感じで、バイバイ金なかったらとか終わるのオチみたいなので、ね、もうなんと真面目になっちゃうんですね、まあ、バイバイ金ですら言えないっていう、言えない、情けないですね。いや、まあ、ビジネスじゃないですからね、ビジネスだけどビジネスじゃないから、うーんまあまあ次行きますか。わかりました。